それじゃあ今度は水素の性質について見ていきましょう水素これ実は一回前にも出てきてるんだけどどこで出てきたか覚えてるかなこのグラフ吐く息の話をした時に出てきました吐く息じゃなくて右側はそうおならの成分だったよねおならの成分の中に水素これが21%窒素に次いで多く 入ってますこのおならの中に大量に含まれている水素これがどういう性質かちょっと見ていくよはいまず特徴なんだけど水素の気体これは色はありません無色ですでおならの中の成分だから匂いあるんじゃないかなって思うかもしれないけど水素はこれは匂いはありません酸素とか窒素と同じように 水素は無色だし無臭臭いもありませんそれから密度水素の密度はどれぐらいかっていうと水素の気体1リットルあたり約 0.08g 空気の密度が1リットルあたり 1.29g だったのでかなり軽いよね実は水素っていうのは世界中もっと言うと宇宙中の気体の中で 一番密度が小さいつまり一番軽い気体なんです。で、水素のこの性質を利用して作られたのがこれ、これ何かわかるこれは飛行船。飛行船っていうのはこの上の大きい部分、この部分に何が入ってるかっていうと、人とか荷物が入ってるんじゃなくて、実は気体が入ってるんです。で人が乗れるのは この部分だけなんだけど昔飛行船の中には水素が使われてましたつまりこの飛行船の中はバーッと水素で満たされてたんですそうすると水素というのは気と比べても非常に軽いのでこれ全体がバーッと浮くっていうこういう仕組みになってたんですただ今この飛行船水素は使われていませんなんでかっていうと水素には致命的な性質があったんです水素は実は実 よく燃えるんですよく燃える昔まだ水素で飛行船を作ってた頃この飛行船が電線に引っかかっちゃったことがあるんですこう電線があって引っかかっちゃったんですこれ電線だから電気が通ってるよねこれどうなったかっていうと感電して火がついたんです で水素ってよく燃えるって言ったんだけどほとんど爆発に近い燃え方をしますなのでこの飛行船全体がバーンって爆発しちゃったんですなので、まあ、それ以来飛行船の中は水素は使われてなくて燃えない別な機体が使われてるんですでこのよく燃えるっていう性質は理科の実験室とかでもよく見ることができて例えば試験管に水素をためてここにマッチを近づけてあげるマッチの炎を近づけてあげるとポンって音がして 水素が燃えるんですでこの燃えた後の試験管をよく見ると表面に水滴がこうつぶつぶとついていますこれは水素に燃えると水ができるという性質があるんですちょっと書き直しておきましょう水素はよく燃えて燃えると水ができます水ができると水素名前からも分かるように 水の元です。燃えるくせに水ができる面白いよね火がついた後と水ができるとこういった性質が水素にはありますでちょっと復習なんだけどこの水素のよく燃える性質に似た性質を持った気体があったの覚えてるかなそう酸素酸素も似たような性質がありましたこれですね酸素はものを燃やす働きがあるここで注意したいのは 酸素はものを燃やす働きがあるんだけど酸素自体が燃えるわけではありませんそれに比べて水素はさっき爆発の話をした通り水素っていうのは水素自体が燃えるんですなので試験管に酸素と水素をためておいてこういうふうにマッチ近づけたらポンって爆発みたいに音がして燃えるのが水素 このマッチのの火がががって強くなるる方が酸素と、ここうういう違い違あるんです。この水素と酸素の性質の違いしっかり押さえておきましょうそれからちょっと後になっちゃったんだけど水素水に溶けるかっていうと水の元のくせにほとんど溶けません水素は水にほとんど溶けません水に溶けない これらが水素の性質でした。最後にこの水素の作り方を紹介するねはい水素もやっぱりこの実験装置で作ることができます酸素や二酸化炭素の時と同じように固体に液体を混ぜるんだけどこっちの固体の方に何を使うかっていうと水素は実はいろんな金属で作ることができます例えば鉄とかアルミニウム他にも亜鉛とかも 使えるしマグネシウムとかそういったいろんな金属が使えますで液体の方こっちの流す方に何を使うかっていうとこっちには二酸化炭素の時に使った塩酸これを混ぜてあげますすると塩酸は酸性で金属を溶かす働きがあるって言いました この塩酸が下にある金属鉄とかアルミニウムとかこれらを溶かすと水素が発生するんです水素はこういうふうに作ることができるんですそれじゃあ水素のお話はここまでにしましょう